銀河市は中華人民共和国姉化海賊自治区に位置する地球市、同自治区の主府である。市区は新城と球場に分かれ、新城は工業地区である。球場は歴史遺跡が多く、国家歴史文化名城に指定されている。海賊人口は10万人程度。姉化大学が所在する。春秋戦国時代には旗に属し、新大以降北地軍に属した。 五古十六国時代には赤蓮没々が自立して夏を建国した。北義以降は霊州の地となった。東大までに黄河の水を利用した灌漑農業が普及しており乾燥地帯に位置しながらも農業が盛んであった。壮大には懐園鎮が置かれたが間もなく西夏に占領されその王都となった。現代に姪化壮寒府が置かれ後に 完熟行商に属した。民進大には、姉化県が設置され、姉化府が置かれた。近代には、完熟少々と乱州と内モンゴル自治区のパオ島を結ぶ法乱鉄路の開通によって繁栄した。1929年の姉化省成立とともに、紹介が設置され、照明と重複することより、ガラン圏と解消。 1945年1月には、ガラン県城国銀河市が分割設置されることが決定。同年8月、姉化省銀河市制、光る備え所組織規定が交付され銀河市が成立し、姉化省会とされた。2017年、中国政府の脱貧困政策により、平基地からの集団移り先として銀河市郊外に、順豊村が建設された。三四かく、 一県級、市、二県を管轄する。銀河線区銀河市標高線1 0 0メートルに位置する高原都市である。1月の平均気温は摂氏7.6度、7月の平均気温は23.6度、年平均気温は9.1度、年間降水量は193.2ミリメートルと非常に少ない。2015年9月27日上州市経由の 日本国愛知県名古屋から銀河市へ向かう定期国際便が就航。ありがとうございます。